皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田上舞子です。今日は石垣島のプライドジムさんにお邪魔しました。いらっしゃい、この通り、この通り、プライドジム、GM の佐々木明です。コンディショニングコーチの辻です。よろしくお願いします。こちらではまず入り口から接骨院があって、はい、ジムが中にあるとは分からなかったんですが、そうなんです。完全にパーソナル空間を演出してます、はい、おーすごい、はい、どんなトレーニングになるんですか。プライドジムが提供しているのはコンディショニングトレーニングがベースの、トレーニングを提供してます。もともとが整骨鍼灸院が母体なんですね、で、2年ぐらい前からこうジムも一緒に合わせてやらせてもらってるんですけど、はい、やっぱベッド上だけじゃ改善しない体の、痛みだったり体の機能っていうのを根本から改善するためにはやっぱりトレーニングっていうのがすごく重要だというふうに感じて、整骨鍼灸院で体の、動き、関節の可動域を上げたりとか柔軟性を出したりだとか、患部の痛みを取る、でそれプラスアルファはコンディショニングトレーニングが合わさるとよりいいものがクライアント様に提供できるというふうなことでやらせてもらってます。じゃあ今流行りのボディメイクっていうよりかは体の機能をどんどん良くしていきましょうっていう、はい、そうですね、素敵です、はい。マイヒーさんたち結構プロフェッショナルでこのボディメイクやってるじゃないですか、でも多くの一般の人たちって気がしないために健康になるためにトレーニングやってるけど、その浸透してる、YouTube とか浸透してるやり方が、そのやり方だったら腰痛めるよねとか肩痛めるよねっていうやり方が今こう流行しちゃってるんで、そこをそもそもトレーニングって健康になるためにやるもんだから、こういった正しいトレーニングをやらないと逆効果だよねっていうところで私たちが提供していきたいと思ってます。ちょうど今、腰痛に悩まされてる、私腰痛持ちでして、股関節周りから腰から下が結構調子悪くて、股関節がおかしくて詰まりが常にあるっていうのと、あと外側がしびれが、重い重量で結構曲げちゃうと出てくる、自重だったら全然問題なく行える状態、めちゃくちゃいい、なんか今体験会のカウンセリングみたいな感じですね。腰部に痛みが出る、患部はここなんだけれども、そもそもの原因ってここってことほとんどないんですよね。痛みはここに出るんだけれども、もしかしたらこの動く肩が動かないから腰に痛みが出るかもしれないし、もしかしたら膝が悪くて、膝の可動域が悪いからその代償として股関節を無理に固めてしまって腰が動きすぎるかもしれないし、痛みは出るここなんだけれども、その根本的な原因って別のところにあるよねっていうところで今日見させていただきたいと思いますので、じゃあ私の腰痛がの原因が、今日明確に、おお、それはありがたいです。丸裸にしちゃいます。おお、結構いろんなところに行ってるんですよ。治療というか、結構いろいろやってきたので、体をまずは見てもらって、その辺から早速トレーニングをやっていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。胸椎と言われる動きを出すストレッチをやっていきます。僕がやってくるので見といてくださいね、この状態から手を伸ばした状態で右に回旋していきます。で、限界まで来たら呼吸を2回しますですね。これが目的です。で、目的は胸椎っていう動きっていうのは逆にこう前に倒したりとか後ろに倒したり、あと回旋する動きなんですけど、腰椎の動きっていうのは逆に回旋しなくて前と後ろしか倒れないんですよ。で、回旋5度ぐらいするんですけど、もし胸椎の動きが止まるとどうなるか、腰が回旋、過度に回旋してしまって、それが怪我に腰の痛みとかつながっている可能性もあるので、まずその動きをちょっとチェックじゃないですけど、で、ここを持ちます。そうです、持った状態から右に回旋していきます。そうです。で、目線は指先ですね。でもだいぶ通常だったら
結構まだ動くんですけど、まだ胸の動きが弱い、改善できないですね。で、呼吸を理解しましょう。ふぅ、もう一度。ふぅ、はい、OK です。で、逆側行きましょう。ぐーっと。あ、でもこっちはめちゃくちゃいいですね。はい、呼吸を理解します。いや、カメラ意識して。あ、そうです。で、逆に行きましょう。これ映りますね。OK。で、ここをもう少し右胸のが天井に向くようなイメージですね。そうそうそう。胸椎のこの回旋という動きも、あと伸展というこの腰をそれぞれ胸を張るという動作もあんまり今獲得できてなかったのかなと思います。通常だったら動くはずなのが動かない。サイドポーズがものすごく下手なので、多分その硬さから来てるんだと思います。そうですね。で、骨って連結しているので、上の部分がダメになると腰、まあ、下の方がカバーする、上の方をカバーして、それが痛みの根本的な理由かもしれないので、今日はあと1種目ですね、やっていきましょう。お尻とかかとつけた状態から右の頭に手をついていただいて、足を開きます。で、この状態から右の胸しっかりと天井に向くように開いていきましょう。これです。はい、これは胸椎の回旋の動き、あとは伸展の動きも出てきてるので、こう、そうですね、はい。で、かかととお尻を必ずつけていただいて、そうです、膝開きます。 OK。この状態から左の膝に向かって肘を当てに行きながら、そうです。で、右胸開きながら天井に、そうです。力を楽にしてください。はい、ますどんどん右の胸がしっかり天井に向くように開いていきます。そうです。はい、逆側いきましょう。ナイスフォームです。大丈夫ですか？疲れますよね。首周り痛くないですよ。大丈夫です。首ちょっと力入れてくださいね。はい。OK。4。もっと開きたいですね。そうそうそう。OK。GO。はい。OK です。大丈夫ですか？ナイスフォームです。使いました。今、胸椎の伸展とこの回旋の動きを作るためのエクササイズになります。これは毎日やった方がいいですか？そうですね。種目する前に入れた方がいいです。本当は動くはずの機能が動かないということは、過度に体に負担、骨とかに負担を乗せてしまって、結局5年後、10年後想像すると、怪我で悩まされるって感じになるので、しっかりとトレーニングする前に、パフォーマンスを上げるために、機能を高めるようなストレッチをまず取って入れた方がいいです。はい、はい、2種目目、最初ストレッチ入れて、2種目目はバランス系のトレーニングをやっていきます。で、2種目目はルーマニアンデッドリフトになってきます。はい、で、これ重りをちょっと持ってやっていきたいですね。ちょっとまずは僕がちょっとやってみていてください。で、こういう風な状態を作って、お腹にしっかり力を入れていきます。この状態から足を落としていって、頭の先からかかとまで一直線になるようにやっていきます。で、このトレーニングの目的としては、結構こうお尻周りのトレーニングですね、美尻トレーニングがあるんですけど、はい、日常的にお尻の筋肉っていうのは、足を出したときにお尻の筋肉って、まあ、エキセントリックっていうんですけど、その時に働くんですよね。で、結構その整骨に来られる人とかはお尻周り、右のお尻が弱いとどうなるかというと、右側に流れてしまって、膝がこう内側に入ってバランスを取ろうとしてしまって、まあ連鎖して腰を痛めてしまったりとかが多いので、こういったエキセントリックの種目に対してアプローチしていく感じになってきます。肩が内側に入ると、そのバランスって崩れてしまっているので、まあ右肩一周ぐるっと回していただいて、そうです、このポジションで、全部やっていきます。はい、 OK です。この時にちょっと今腰がなんか反ってしまっているので、しっかりお腹、そうです、締めた状態で、はい、はい、で、足を後ろに倒していきます。では、いきます。1、はい、はい、4、頭の先から肩まで一直線になるようにですね。はい、そう、立ちました。はい、 OK、 5、で、そうです、はい、6、
はい、OK、ライス開いてしまってる、うん、しまっているので逆足などがたまって開いてしまうので今度は右足を逆にこう押すようなイメージでちょっとやっていきたいですね、うんうん、はい、逆側行きましょう。よく右の太ももの前を地面につけるようなイメージ。そうです。5はい、6、股関節から動かさないといけないのをこっちを軸にして上がっちゃう、うん、だからよりこの切りつきに負荷がかかってる。そうです、で腰痛める原因になっちゃう。そうならないためにめちゃくちゃ腹圧高めなります。フロントスクワット、はい、フロントスクワットでのランジをやっていきます、はい、でヒーコさんも腰の代償がかなり分かりやすいな動作になるのでやっていきましょう。ちょっと僕がやっていくので見ていてください。はい、肘をこういうふうに前に出していただいてランジを作っていきます。こういった動作になります。多分マイティの場合はしゃがんだ時に上がるとき少し腰がこう反ってしまってこういうふうに上がりやすくなるのでしっかりこの時お腹に力を入れた状態で上体キープしたまま上がっていきましょう。はい、はいはい、で肘を前に出すことによって肘をこう前に出すこと、重たく大丈夫ですか。はい、で腰が逆にこう反りやすくなるんですけどそれに負けないようにお腹にしっかり近いでください。はい、はい、で足を前後してランジのポーズですね。スプリットポジション OK、 この状態からで少し腰を前に倒します。体前 OK、 じゃあ行きましょう。1、そうそうそう、2、はい、3、ラスト1回10、はい、OK です。シャクシャクで置いてください。めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗です。大丈夫ですか。はい、肘を今度逆に前に出した状態で肘を前に出すと、まあ、胸椎が伸展して腰椎も伸展する。でこの状態でやってしまうと腰に負担がかかるのでならないようにお腹に力を入れた状態、反らないようにお腹にしっかり近いような状態でやっていく。そうすることによって日常生活でもお腹に力入った状態で動くので腰の痛みとか結構消えるかっていう方結構多いです。なるほど、そういうのを意識しながら意識できるようにこのトレーニングで取得していくみたいな。あ、そうです、加速するんですね。なるほど、はい、肘を前にぐーっと出していただいて、そうです、ナイスホップです。で、ランジのポーズです。で、体少し前に倒しますね。はい、OK、 1、はい、2、ラスト1回いきましょう。10、はい、OK です。ナイスフォー、はい、OK です。めっちゃうまい、バッチリでした。なんかラットプルダウンとかでも腰をこう角に反ってしまって鎖骨に引くあると思うんですけど、フロントスクワットすることによってそれこそお腹まっすぐで胸椎だけこう伸展できるのでラットプルダウンの広背筋に効かせる種目めちゃくちゃいいかもしれないです。あ、なるほど。かっていうと右がこうエキセントリック、だから筋肉をこういうふうに伸ばす時の耐えれないですね。耐えれなかったらどんどんこういうふうに変異していく、歩く時もこういうふうになってしまうので、そしたらまず僕がやっていくのを見てあげてください。この状態からお尻を締めて、よく出やすい大丈夫運動っていうのがこういうふうに一緒に回旋をしていく、これをお尻しっかりと締めた状態でお腹に力を入れて逆の手はしっかりとベンチを押す。そうすることによって肩甲骨もこういう風にならないようにベンチでしっかり押した状態から引いていきましょう。はい、ロッキーのケトルを持っていただいて、でこの時特に一つ言わせてたんですけど腰が結構多分反りやすくなるのでお腹に近いでください。はい、じゃないと腰痛めてしまいます。はい、はい、OK です。でベンチ台左手しっかり押して、じゃあいきます。1、はい、2、
そうですね。5、6。ちょっと骨盤が左に移動してきました。重たいですよね。重たいですよね。きつい。さあ、7、はい、8、しっかり骨盤移動しない。はい、9、ラスト1回いきましょう。10、よし、はい、OK。 代償的に出たのが少しこういう風に変異してる。右の骨盤がちょっとだけ前に出てるのと、あとは引くときに少し左にシフト、移動がシフトしているので、しっかりとお尻の穴締めた状態でやっていきたいです。 OK、はい、じゃあいきます。1、そう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 、2、お尻。8、左の骨盤が、右に傾く、そうそうそう、はい、9、10、あと2回いきましょう。1、ラスト1回です。2、はい、 OK です。うん、やっぱこっちちょっと多少やっぱ右に流れましたね。さあ、特にきつくなればこう、はい、回数が重なれば重なるほど代償として、はい、股関節で本来こっちでしっかりと安定させないといけないんですけど、これがどん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 股関節が屈曲してきてて、腰が反ってて、こっちの方で安定を求めてで腰が反っちゃって、はい、そうですね、こっちの安定性っていうのは保ったまま、はい、分かりました、っていう、はい、気づきでした。超勉強になります。ありがとうございました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 。プライドジムさんは石垣以外にも、はい、そうなんです、離島を中心に、九州の離島を中心に展開してまして、長崎の五島で、長崎の対馬で、壱岐で、鹿児島の奄美大島で、石垣島で現在展開してます。すごい。五島で、今度福岡の和城に10月中旬頃新たな施設がオープンしますんで、じゃあ九州の皆さん、ぜひ、はい、ぜひ島に遊びに来たときは遊びに来てください。よろしくお願いします。そういえば、はい、ビジターの方って来れたりするんですか？はい、大歓迎です。じゃあ皆さんぜひ遊びに行ってください。はい、石垣島で。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。